よく寒さには強いが暑いのは苦手だとおっしゃる方があります。確かに普段から胃腸が弱く食欲がない、肉体疲労で悩まされるという方にとって夏は一段と体力を消耗しやすい季節ですね。そこでおすすめしたいのが陽明酒です。薬用陽明酒には芍薬、防風、薬用人参などご覧の生薬が自然のまま合成され、これらの有効成分が混然一体となって溶け込んでいます。ですから陽明酒は滋養強壮剤として胃腸が弱く食欲のない方、顔色の良くない方、肉体疲労、虚弱体質でお悩みの方、病中病後で体力をつけたい方によく効くのです。このような症状の方は陽明酒を 20ml、 つまりこのぐらいずつ食前あるいはお休み前にお試しください。